と待った、ちょっと待ってね、ちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいちょっと待って、こんばんは、こんばんは、こんにちはじゃないかな、こんばんはかな、ちょっとなんか明るい日差しが入ってる、こんにちは、ちょっとリップ薄いですね、ちょっとリップ足します、こんにちは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 、こんばんは、ちょっと微妙な時間ですね、こんにちはとこんばんはが、だけどちょっと待って、ちょっと待って、ミクルさんこんばんは、こんにちは、こんばんは、どうもです、皆さん、皆さん来てくれてる、ありがとうございますリップが、今日すっごい寒いですよね、めちゃめちゃ寒い、寒いし本当に嫌になっちゃう、こんなに寒いの久々じゃないですか、最近暑くてあれだったけど今は寒すぎる寒すぎる、雨、そう雨、みくるん、こんにちは、こんにちは、こんにちは、そう、寒すぎるし、昨日が29度とかで、その前が30度ぐらいで、暑すぎて本当外本当に嫌だった、暑すぎて、なんか暑いのって感じだった、暑いねって言ってたもん、そうめっちゃ何このザもう夏みたいな格好してたからって感じ、ちょっと待って、明かりがあれかな、髪の毛つや、本当に嬉しい、嬉しいよ、ありがとう髪の毛つやつや、こんにちは、あ、こんにちは、今日ぐらいの気温、そうでも急にあれだよね、何あの涼しいから寒、うん、なんか寒い、すごい余計寒く感じる、髪の毛、あ、お久しぶり、お久しぶりです、お久しぶり、本当にお久しぶり、本当にありがとうございます、お出かけは楽しかったですか、うん楽しかったですよ、可愛いね、ありがとうございます、全然サラサラに見えるだけ、本当に見えるだけ実際はそんなことないよ、美容院に6月入ったら、まあ、ちょくちょくお仕事も始まるんじゃないかなって思ってるんですけど、だから美容院に行きたいなって思ってる、6月まあいつぐらいかわかんないけど、そう、皆さん明日ブログ更新日なので皆さん覚えておいてくださいね、明日ブログです、明日ブログだよん、ブログでございます、クッション座ろうと思ったけど、明日はブログ更新で6月9日かなんかがラジオ配信2回目なので、まあ、まだ撮ってないんですけど、ちょっと髪の毛ここなんかボコってなってる、寝癖のようなものでそうなんですよ、2回目かな多分ラジオ、この日だったと思うんですけど、でそうだね、キンキンのなんか報告っていうかお知らせはそれから明日ブログ9日ラジオです、そう撮らなきゃラジオ撮らなきゃ、こんばんは、こんばんは、ウクロミより楽しみ楽しみ、明日ね19回目なの、もう19回目なんですよ、早い、髪も美しい、ありがとうございます、ラジオ楽しみ、頑張って撮ります、不安だけどめちゃめちゃ不安、ただまた1時間以上かけて撮るんじゃないかなって思ってる、いやでもなんかコツと言いますか、あ、ちょっと分かった気がするから、まあ1回目の時よりは早めに撮れるんじゃないかなと思ってる、そう、ぜひ皆さん下のブログもまだちょっと書いてない、さっき途中っていうかあのなんか書いたけどまだ全部書き終わってないから、そうっていう感じです、楽しみにしててください、
写真は決めた、載せる写真は決めた。で下書き保存してあるけど、下書き保存してあるよ。なんか髪の毛の調子がちょっと、ここの寝癖があれですね。ラジオはね本当に頑張って撮らなきゃって思ってる。ちょっとクッション座っていいですか。クッション座っていい、よいしょ、ちょっと待って、真ん中に座りたい。 OK OK OK。 そうっていうことで、楽しみにしててくださいっていう、ただそのお知らせでした。そう、おうちラジオは内容を考えるの大変そう。そう、なんかでも元々の企画っていうか、これをやらなくちゃいけないっていう企画は決まってるんですけど、まだ何その見てないんだよね。午前中よくの配信予告なくて寝てたら、さっきなって飛び起きて、ありがとうございます、ごめんなさい。おね、私はお昼寝は後でします。そう、なんか眠いっていうか、何ゴロゴロしてたら多分寝ちゃいそうな、なんかテンションというか。昨日もめなし、すっごくスラッとしてたね。あーそう、あ、テロップ出さなきゃだね。前半は企画で後半、そうそうそう、フリートークどんなんだったかまだ見てないから、まあ撮った時に考えます。パッて、それかも喋ってるうちになんかパッて話した内容かもしれないし。こんにちは、こんにちは。そう、昨日のモバメの写真、あの服可愛いでしょ、可愛いですよね、スラッとしてる、あれ細く見える服。細く見える服、またあの着てお出かけしてるの時に写真載せますね。でもああいう服はやっぱりな、ちょっと暑い時に着た方がいいよね。ちょっとだから、うん、頑張った。そうダイエット今痩せれてるから、本当にいい感じで痩せれてるので、これ見て、あのねコンビニなんですけど、これ野菜生活っていう、まああるじゃないですか飲み物、それの季節限定の濃厚マンゴーピーチ、これめっちゃ美味しいの、野菜生活のこれ超美味しいっていう。ダイエットね頑張ってる頑張ってる。ミクロの写真は全部可愛い、ありがとうございます。今日のテーマは特にないけど、テロップはいつもと一緒、テロップはいつもと一緒。なんかテロップでなんか固定で出してくれればいいのに、毎回なんか打たなきゃいけないから。そう、でもなんかそういう、なんかこういうのって結構ドロッとしてるものだから全然いい。むしろカロリー高いの、うん、わかんないです。スムージー美味しいね、うん、スムージー好き。マンゴーとかピーチとか悩んだんですよ、でもこれが一番なんか味的に良さそうでって、季節限定なの。今日も可愛い、ありがとうございます。初見さんありがとうございます。今日も可愛いよ。ありがとうございます。欲しいお洋服はどんな感じなの。あの欲しいお洋服は昨日メールの方で載せたんですけど、そうメール登録してくださってる方は見たかな、今日も配信してくれたから嬉しいよ。そう1時間だけど配信します。なんか土曜とか日曜は特に皆さんがお時間あるかなと思ってたので、メールで出てたやつだから、あの写真の通りなんか黒で、あのなんて言ったらいいんだろう、ここがふわってなってるんですけど、ウエストがキュッてなってる服で、最初サイズ入るかも不安だったんですよ。これ大丈夫と思って、けど入ったんで、あよかったと思って。そうで下はズボンタイプになってるんですよね。そうちゃんとなんか分かる写真撮れたらよかったんだけど、ちょっとあんまり、だからまたなんか撮って、あのお出かけの時に写真撮って載せますので見てください。いやこれは、あ別のアカウントで来てくださったんですか、ありがとうございます。季節のものを食べると体、あそうなんだ、季
視聴者600人、643人ありがとうございます。大人っぽかったね、本当にすごい嬉しかった。あの服、え、絶対これはと思って、そう、ああいう服あんまり普段着たことないから、分かりました、見ますね、ありがとうございますありがとうございます。よかったら皆さんフォローしてください。よかったらお願いします。そう、いい服に久々に出会うことができたので嬉しかった、本当に。え、これはもうゲットするしかないと思ってそう、あんまり最近夏服がなくて冬服の方が多いんですよ、自分どちらかというと。クローゼットとかも、そうだからって感じ。すでにフォローありがとうございます。おはよう、おはよう。みんなでもお昼寝してたのかな、この時間帯は。どうなんだろう、わかんない。てかすごくリップが薄く見えるの、なんでなんだろう、全然、なんでなんだろう、すっごい嫌だ。今日の明かり、明かりというか部屋の明かり白くしたんですけど、あんまりかよく映らないですね。ちょっと嫌だな、嫌だな、顔がすごい、なんでなんでなんだろう。ちょっと待って、調節する。これくらい離れてたらなんかいい感じ、顔ちっちゃい。気な、本当ですか。こっちで見てるとすっごいリップがあれで、めっちゃ気になっちゃう。仕事してました。あ、お疲れ様です。今日はでもこ鏡で見るとすっごい濃いんですよ、オーバーに塗る。私唇薄いのがコンプレックスで、あのオーバーにリップ塗る人なんですけど、めっちゃ濃く塗ってるんですけど、配信だとすっごく薄く見えちゃうんで困ってます。今日は本当に寒くて悲しいね、超寒い。そうだから今長ズボンにしてます。でもさすがにちょっと上も長袖だとあれかなと思ったから半袖なんだけど、ちょっと近くに寄ってみて、そんなに、ちょっと恥ずかしい。近くは全然メイクしてないから近くには寄れないメイクしてないからダメ。ちゃんとメイクした時にいつもどれくらいあの濃いリップをつけてるか見せれるけどメイクしてない。なんかリップでちょっとなんかごまかしてるっていうか、リップでちょっとなんとかしようとしちゃってる部分がある。でもみんなお昼寝してた。今年の夏服揃えた。これからなんかちょっといいものに。靴が多い夏は、サンダル系というか多いんですけど、アップ見たいからという願望の。読みましたよ、読みました、もう分かりました、そういうこと。距離感で大丈夫ですそう、アップ見たいけどかもしれないけど、ちゃんと可愛い顔の時にしてください化粧してないからダメダメ、ちゃんと化粧してないから、ちゃんとカラコンしてとかアイシャドウしてとかの時だったら全然ドアップでバーンって見せれるけど、この辺、まあ、いつも通りこの辺で撮るね、この辺で撮ります。髪の毛も全然セットしてきて、なんかおしゃれな髪型じゃないそう、配信は遠くてもここの、ちょっと待ってね。でもリップね、いやいや、そんなことない、本当にそんなことないですよ。化粧しないとめっちゃ顔薄いと思う、わかんないけど、本当やっぱ化粧した自分じゃないとね好きになれないんですよ。そうだから好きじゃない、化粧した顔の方がまだ見れる。でも前髪が伸びてきちゃったんですよ皆さん、ついに前髪のが伸びてきました。そう、ちょっと目に今巻いてるんですよ、けど巻かなくてもちょっといい感じにの長さがいいので、まあどうだろう、美容院行って切れたらいいけど、私は結構何もうやるって決めたらなんかちゃっちゃってやりたいタイプだから、あの切っちゃうかもしれない自分で美容院行かずに。そう、可愛いは作れる、そう可愛いは作れます、化粧でどんだけでも。だから前髪切る、もう自分で切っちゃう、もう美容院
まあ、待つの嫌だから予約してないけど、まだでも本当に今日行きたい。空いてほしい髪の毛。でもなんかみんな思ってるじゃないですか、美容院に行きたいって。だから絶対あれですよね、6月ぐらいに入ったらみんな予約しちゃいそうで不安なんですよ。いいね、思い切りのいい。そう、我慢できないの。なんかもうなんで明日とか嫌だ、もう今日行きたいから今日がいいって思っちゃう性格だから。そう、パッツン、なんかでもね、パッツンそろそろね飽きてきちゃった自分は。でもファンの皆さんパッツンいいって言ってくれたからパッツンにしてるんですけど。そう、あ、そうなんだ。なんか私がもともと行ってた美容院があるんですよ。でそこはいつも担当の方が一緒で毎回お願いしていただいて、してやっていただいてるんですよ。であのアーシャの時もその方にやっていただいてたんですけど、あのママの弟が美容院紹介してくれて、そうそうそう、そこに次行ってみようかなって思ってる。お出かけない日もメイクしないしない、配信だからちょっとするだけで、普段はもう本当にすっぴんです。お出かけの時もお出かけの内容にもよるけど、ただママとお買い物に行くって、そのお買い物もなんか本当にそんななんかなんていうのかな、その栄とかの時はメイクするけど、全然何近くのところでお買い物とかあったらドスッピンにマスクしてキャップかぶってます。メイクね、まあメイクってちょっと面倒くさいじゃないですか正直多分フルでメイクをすると面倒くさいじゃないですか。まずカラコン入れて下地ファンデーションアイシャドウリップ楽しいけど、やっぱ面倒くさいって思ってしまうかな。どちらかといったらすっぴんで、でも友達と遊びに行く時とかはもうめちゃめちゃメイクしてますし、髪の毛もバッチリしてって感じなんですけど、なんかオンとオフっていうのなんていうの、その差がすごい、あのメイクしてる時としてない時の差がすごすぎるから、メイクしてずにただちょっとママのお買い物に付き添うって感じだったら全然髪の毛もなんかストレート当てずにキャップかぶってる毎日メイクする。そうそうそう、メイクね、で最初の方の配信は毎日メイクしてましたよちゃんと。けどね全然最近はしてない。なんかこういう甘いメイクしてないミクロもいいのかなって。でも違うんですよ、あの皆さんの前で私はカラコンを外したじゃないですか。それからなんかちょっと何なんかそう吹っ切れたっていう言い方は違うかもしれないけど、なんかいいかもって、カラコン裸眼でもいいかもって思ってきちゃった。なんか恥ずかしさがないというか、え、そうそうそう、毎日メイクすると肌荒れすごいんですよ。ちゃんと落とさない、だから洗顔とかしてても泡をちゃんと洗い流さないと肌荒れの原因になるから、ちゃんとね。芸能人の外出です。でも芸能人の方って外出するときもマスクされてるけど、今は皆さんがマスクしてるから違和感がないじゃないですか。だからあれですよね。でも私あの最近あの友達と歩いてたときにあの SKE の先輩を見かけました見かけました、あれと思って信号ですれ違って、そうそう、びっくりしました。緩んでない緩んでない。でも本当に毎日メイクするのはね良くないからね。そう、ミクロにしたの一昨日なのでバッツン別れ、嘘をつかないでください。声かけた、しないです、声かけないですよ、先輩ですもん。しかもプライベートなのでそんな一緒にいる方もいたので、そんな声かけてしまったらあれじゃないですか。だから声かけなかったです。誰は言えないけど、それは個人情報というかプライベートだけど見かけました。結構何先輩とかじゃなくても仕方じゃないです、やめてください、仕方じゃないですでも多分先輩の方も気づいてたのかもしれない、多分わかんないけど。そうだからそのパッて見てそのすれ違ってあれってなってパッて後ろ見た時に先輩の方もパッて後ろ見たんですよ。だからあこうやって
頭下げて信号の真ん中何やってるのって感じですよ。だからこれ歩きながらこうやってお辞儀しといてそうそうそう、向こう来て、多分一緒にお友達さんといらっしゃったんですけども、お互いお友達といたのであれだったんですけど、やっぱプライベートだからパパパって言ってお話しするのって、あの芸能人の方と遭遇した時あれ皆さんあります？私もあるんですけど、芸能人の方と遭遇したりとか結構あるんですけど、なんかそこで何々先輩こんにちはとか言って言っちゃったら、それはそれで周りの方があれじゃないですか、えみたいになっちゃうじゃないですか。そうそう、だからそういうのは良くないから、まあ向こうも多分気づい、わかんないけど一応こんな感じで先輩仕方じゃないです、ちゃんと先輩の方もお辞儀してくださった、多分してくれた、ちゃんと人がたくさんいたからちゃんとマスクしてたしね、お互いマスクしてたの待って、そうそう、でもやっぱ分かりますよね、あれってな、9期生の方だったんですけど、うん、スルーはしない、一応もし相手がの先輩が気づいてなくても一応頭を下げる、それはやっぱり何先輩としてはしないといけないことだから、今度先輩、うん、でも結構あのでも私 SKE 加入前にすごいいろんなところで SKE の皆さんにお会いしたことあるんですよ。ご飯屋さんでロケされてる時に目の前でご飯を食べてたりとか、あとオアシスでイベントされてる時にもう何回も見たりだとか、あとは SKE の皆さんがっていうかこの何人かの方があの境にいるのを見かけたりとか結構あるんですよ。そうロケされてる時に目の前で食べてましたご飯をそう古畑奈央さんがそういたんですけど、でその時はオーディション受けてた時かな、オーディション期間中だったと思うんですけど、うわーって思いました境はね、だオアシスの方とかはとかなのかな、わかんない、でも境はやっぱりあれですよね。でもやっぱ名古屋って境のイメージないですかな、境免疫とかだからめちゃめちゃラッキーな、そうめちゃくちゃ見ます、自分の中で。私は結構何芸能人大阪とかでも日本人の芸能人の方じゃないんですけどお会いして、そうその時は話しかけちゃった、ちょっとどうしても話しかけちゃった、そう握手してもらったそうすごい、コンビニでそんなことあるんですか、すごい。私はねそう目の前でご飯を食べて、本当に目の前だった、もう本当反対側だ、もうこのみこうこういう感じですよね免疫、あそうなんだ、そうなんですね、びっくりしたあの時は。あとはやっぱり何 SKE の皆さんがオアシスでイベントされてる時はあのファンの皆さんがいっぱい来てるじゃないですか。であの何あのなんだなんていうんだっけ、あの上の草むらのとこ、草むらのとこじゃないですね、草が生えてるところって言ったらいいの、その上のところにもファンの皆さんいるじゃないですか。私がその SKE のその時多分オーディション期間中に見て、友達がその私がオーディション受けてるの知ってるから、あのなんかいるよみたいななんかいつかあそこに立つことあるのかなみたいな風に言われて、へーって感じだったけど、いっぱいファンの皆さんいてね、私もその中に一人でこうやって見てました、一人じゃない友達と見てました。そう有名なそうそう、あお相撲さんとか結構見かけますよね、アナウンサー、結構遭遇しますね、うんっていう感じ。
でも私の友達は自分の応援してる子がロケしてるって知って、そのロケ現場に行ってましたよ。で話しかけて、そうそう誕生日なんですって言って、そう握手してもらってた。去年の夏ぐらいかな。そうわざわざ推しのためにまあでもそうそうそう、まあ、気持ちはわかる。こんにちはこんにちは。朝の免疫で、そうなんですか。結構皆さんあるんですねそれは。でもそうですよね、名古屋って言ったらもうどっちかしかないじゃないですか。まあ大須もあるかもしれないけど、免疫とか栄の方がだからもう気をつけて歩かないとですよね。誰が見てるかわからないから本当に。でも皆さんはあれなんですか、その例えばこう、じゃあ例えば栄で、あ皆さんがまあ歩いてたとするじゃないですか。でそれでその推しじゃなかったにしろ、こう例えば SKE のメンバーの誰かがいるってなった時にマスクしてても気づくんですか。それは何を何で気づくんですか皆さん。もう何ここの雰囲髪色とか雰囲気とかでとか服装とかで気づくんですか。私もイヤホンずっとしてます。イヤホンしてる。でも AirPods Pro にしてからは両耳であんまりしないようにしてる。ほんと周りの音聞こえないんですよ。そうそうそう、だから友達がどこだったかな、プール、どっかのプールまで行ってた。えプールみたいな。でその時の映像を見せてもらって、でも似てるかもしれないっていう可能性はじゃなくて、あもうあれはあの子だっていう感じなんですね。私が遭遇した時は全然マスクしてなかったんですよ。そうそうそう、握手していただいたんですよね話しかけて。その時はちょっと我慢できなくて知ってる方だったから。そうだけど私が応援してる方じゃない方だったんですけど、名前出して、その方はどこにいますかって聞いたしたら、あーみたいな、この辺にいると思いますって感じだった。マネージャーさんが言ってくれた。それってそうなの。その機能ちょっとやってみよう。それこんな感じでも私も外、でもあれなんですよね、栄いると知ってる子ばっかりってことありませんか。例えば地元に買い物したら学校一緒だった子に会うみたいなあるじゃないですか。もう私はもうそういうのばっかりで本当に会いたくないなって思っちゃう。なんかちょっと恥ずかしくなっちゃう。そういう何学校とは別の場所で会うっていうことがすごく恥ずかしくなっちゃう。ちょっと待って、リップが。そうだからね、そう赤坂で渡辺直美さん見たけど、渡辺直美さんの遭遇した時の対応がめちゃくちゃいいですよね。そう栄は本当によく会いますよく会う。本当に学校の子、学校の先生でとかその他もの本当に。昨日は学校の先生に会いました。向こうの、まあ、先生は気づいてるか分かんないけど、私はあれ先生じゃんと思ってま話しかけなかったよ。それはさすがに。しかも女性の先生だったら話しかけてたら、しかも一人でいたらね、なんか先生みたいな感じで言うけど、男性の先生なので、それでなんか周りの方が例えば誤解されちゃった時があるじゃないですか。何があるか分からないから、そういうのはちょっとやめてる。そうそう友達、友達によく会います私は。
いやそこにもいるじゃん、あっちにもいるじゃんって感じ、本当に本当にそんな感じで。私あのその SKE 入る前にあのなんか流行ってたアプリがあるんですけど、あのなんか位置情報交換アプリがあるんですね。で SKE 入る前に流行ってて、今でも流行ってるのか分かんないんですけど、で私はその時入れてて、まあ、仲いい子たちとあの交換してたんですよ。もう大体みんなもう境ですよね、境に密集してるんで土日は特にみんな同じところにいるんですよ。だからもうみんなのアイコンがもう重なり合ってるので、栄のオアシス行ったらもうみんなもうあそこにもいる、こっちにもいる、あっちにもいるって感じ。本当にこんにちはこんにちは、めちゃくちゃ合うんですよ。とか何 SKE 入る前とかにもなんかそうそうよく合う、今でもよく合う。なんかレッスン終わった後とかもあなんか 見かけたとかあるよ。で声かけてくれる友達が、みたいな、どうなのみたいな感じで、ねレッスン終わりだから全然何髪の毛もぐしゃぐしゃでそのおしゃれしてないからちょっと恥ずかしいよね、あれなんかアイドルそんななのみたいな感じ思われちゃってんじゃないかなって思うけど、でも友達が気軽に話しかけてくれたりとか、そうそうそうする。世間は狭いね、そう狭い本当に。うん大体やっぱそうですよね、もうオアシスだよ栄は。あとは何、免疫、免疫だったらどこだろう、ゲートタワーとか金土系らへんのとこわかんないわかんないけど、免疫でも人多いですね。えちょっと聞いてください皆さん、面白い話とかじゃないんですけど、あの実はその免疫に行ったんですよ、ちょっとまあ最近なんですけど、本当に最近の話なんですけど、あの免疫に行ったんですね。で金時計のところにいたんですよ私。でその金時計のところちょっと待ってたんですよ。そしたらエスカレーターから一人の方が降りてきてですね、たまたまパッて見たらその方あの女装されてたんですよ、女装をね、あ女装されてる方なんだみたいな感じで見てて、で急に立ち止まって三脚をね置いて、その三脚なえなんだろうと思って、そしたらなんかピンク色のデジカメがおいつけてあったんですよ。で三脚置いて、え何するんだろう急にって思うじゃないですか。で結構周りの方もえみたいな、何何みたいな感じになるじゃないですか。しかも何その女装されて三脚を置いて、なんか服装こうやって直して、そしたらなんか写真を撮ってたんですよね、その方が自分の。だからなんか YouTuber さんなのかなと思って、そうそう YouTuber さんなのかなと思って、そうピンク色の服着てたの、えピンクじゃんと思って、かわいいピンクと思って、だから YouTuber さんなのか、なんかそういう何なんかそういう感じというか、その人有名です、え知ってるんですか、えそれ本当に、なんか TikTok ん TikToker とかなのかなと思って、そうパフォーマンスされてる方なのかなと思って、で友達が来てね、あのなんかちょっと有名な人なのかなみたいな感じで話してたんですよ。えもう分かんないよねみたいな、でも結構周りの方もなんかえ有名なのかなみたいな感じになるじゃないですか、そう、あ地元で、あそういうこと、免疫とかで有名な人なのかな、だから月曜から夜更かしとかでなんか話題の人なのかなとか友達喋ってて、でその後に免疫行った後に栄に移動したんですよ。そしたら栄にもその方いたんですね、しかも免疫の時と服装が変わっててまた同じ写真を撮られてたんですよ。だから何をされてる方なのかすっごい気になって、そう
あ、有名な方なのかなって思って、ちょっと気になってた。しかも初めて見た方なんですよね、その栄で。なんか一度も多分その私が遭遇したことないだけなのか、お会いしたこと見たことがない方だったので、なんかユーチューバーさんなのか、結構見かけるじゃないですかユーチューバーさんって、あの免疫とか栄とかでインタビューされたりとかしてるじゃないですか。でその時もなんか見かけたんですよ、あのインタビューされてる方とか。え、なんか、あ、でも私前東京で、あの月曜から夜更かしっていう番組で取り上げられてる、あのラジカセを、大きいラジカセを持った方を原宿で見かけて写真撮ったんです。こうやって、え、もらってなかったんですよ、もらってなくて。そう、なんかそういう、なんていうんですかね、そういうのがあったら、なんていうんですかね、イベントってパフォーマンスされてる方なのかなと思うんですけど、全然そういうのじゃなくて、三脚置いて写真撮って何枚かで、三脚も持って別の場所に移動するってことを続けてらっしゃったので、何かブログとかで有名な方なのか、ユーチューバーさんなのか。え、え、本当ですか。髪の毛が金髪な感じ、全身はピンクで、ね、え、本当に、ちょっと調べていいですかそれ。本当にその方かな、やっぱブログされてる方なのかな。じゃあ、え、本当に本当に、え、でもこの方じゃないかも。え、違う、この方じゃない。ちゃんと女性、なんか髪の毛もちゃんとあれだった。もう気になっちゃって気になっちゃってみたいな。ピン、うん、メガネされてないです。でも少し目、何色が入ってるの、金髪になんか白の、なんかその髪の毛もなんかどこで売られてるのかすごく気になる。なんかめちゃめちゃ気になっちゃって、しかも1日に私2回もお会いしてるから、さらに気になっちゃったんですよ。私が友達に言ったんですよ、また会えるかなって言ったら、多分栄でも撮ってるんじゃないって言ったら、本当に栄でも撮ってらっしゃったんですよ。で一人でいらっしゃったんですけど、あのその免疫と栄の間で服装が変わってらっしゃって、でもなんか撮るってことは何かに載せてる方なのかなと思ったから、なんかブログとか載せられてる方なのかなのか、すごく気になりました。ぜひもう一回お会いしたい、ちょっと話しかけたいですもん。何か、なんかでも趣味だったら結構失礼ですよね、話しかけちゃったら。趣味の邪魔をしてしまうのもすごいあれなんですけど、そう、邪魔してるって、そうなの、同じ人をあの1日で2回も見かけました。そうで、しかもなんか何で2時ぐらいにその方見かけたんですよ。で、まあ、6時近い時間帯で、女性、うん、男性です、男性です。びっくりした。え、またお会いしたのと思って、なんか友達がいたって言ったんですよ、いるよって言われて、え、誰がってなるじゃないですか。でパッて見たら写真を撮られてて、え、本当だって言って、もう同じ行動範囲だったんだって友達と喋ってましたもん。でその方は信号を渡って、あのオアシスってなんかオブジェじゃないですけど、わかりますか、あのオアシス入ってすぐに、そしたらそっとしといた方がいいよねって喋ってた友達と。でもすごい気になった、初めて見かけた方だから。そうそうそう、カラオケしてから来た。えー、カラオケ、え、大丈夫ですかカラオケ。でももうさ、カラオケできるところはできるみたいですね。そう、まあなんかカラオケ行く人いないから一緒に友達だったら一緒に行ってくれるのかな。でもちょっと怖い、まだ。そう、
まあでもそういう方がを1日に2回見かけましたよっていうお話です。私はあとは何だろう、いや目合わせたらあかん人じゃないですよ、全然優しい方だと思います。そんな、ピンクを身につけてる人に悪い人はいませんってそう、ピンクのバッグ持ってらっしゃったの、色可愛かった薄ピンクで今何分、あスクショタイムをじゃあ4時5分になったらしようかな。4時5分じゃないね、5時5分だね。そうオアシス21、そうオアシス、まあ、オアシス髪色はなんか金髪みたいな、でもわかんない、もしかしたらその日によって色変えてるかもしれない。そうそう、私の日常報告ですか、どうしたでした、うん、チャリじゃない、なんか歩いてたの、歩いてた。あそう、私は歩くことにハマってます。突然なんなのって感じですよね、歩くことにハマってまして、1万歩歩くといいということをファンの皆さんが教えてくださったじゃないですか。それから私最近ずっと1万歩歩いてます、ちゃんと。そう歩数なんかあのアプリを教えてくださったじゃないですか。だからそうなんか歩くことが好きになりました。だから今まではその何電車何駅分でもなんか歩きたくないって感じだった、だったんですけど、今は全然歩きます、歩くの好きになりました、皆さんのおかげですそう人生で街で女装、え本当ですか、結構境で見かけます。そうウォーキングっていう何、もう今からじゃあウォーキング行ってくるねっていうウォーキングではないんですけど、あのまあお出かけをしたら歩く、そうですね、私は今まで結構お出かけしてても疲れた休もう、疲れたカフェ行こうって感じだったんですけど、しかもそのカフェに行ったら甘いもの飲んだり甘いもの食べてしまうじゃないですか。だからそういうのもなくて、そう靴はね最近はそんなに高い靴は履いてないんですよね。ちょっと楽、歩いてたら楽な靴を履いております。お出かけから帰ってきました、おおかえりなさい、見ましたよ、あのお姉ちゃんもやってくださったみたいでありがとうございます。お姉ちゃんにも宣伝してくださって、よかったら姉妹で応援してくださいブラブラ歩く感じ、うん友達と歩いてるからあっという間だけど、あの友達とバイバイしてからもあのバスが来るまで時間があったんですよね。で今までだったらバス、あ例えばじゃ あ10分後にバス来るってなったら、まあ、10分携帯を触るなり音楽を聴くなりして、まあ、一緒に座ってたんですけど、その10分もったいないなって感じたので、あの自分が本当は乗るべき停車のところから何個 2個ぐらい先のところで歩きました。そうだから歩いたからちょうどいいタイミングで自分が乗るバスが来てくれたんですよ。で歩いてよかったと思っていい運動になりました。ありがとう、お姉ちゃんも目から押しにぜひぜひぜひ姉妹で握手会など来てください。嬉しい、それは女の子のファンですか、嬉しい、見ましたよちゃんと。なんで10期は HKT48 のスキスキシップ、えスキスキスキップの振り入れをしたからです。3月ん2月後半3月ぐらいにしました。踊れますよ、だから10期はスキ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 ップ、そう踊れる、ちっちゃんって、ウォーキングは立ち止まるです。そう知ってるの、振り入れをしたからです振り入れをしたからですよ。ちょっ
前髪がスクショタイムの前に前髪直しますね。じゃあやばい、本当に伸びてきちゃった、もうダメだ。そう、まあ音楽を片耳なこれとか、そうです、そうです。あ、ちょっと待ってね、こっちでコメント反映されるからこっちで見ないと。ちょっと待ってくださいね、こっちの方がね皆さんのコメント見えるの。こっちで見ます。明日がこの、お、頑張ってください。明日もなんか雨みたいなんですよね、名古屋は。だからちょっと嫌ですね、雨で学校って。私すっごい嫌だったんですよ。まあ梅雨の時期もそうなんですけど、制服がなんかすごい雨のなんかわかります、言いたいこと、すごい嫌なの。こんにちは初見さん、こんにちは。ゆくらいつから学校始まる？6月1日はお休みなんですよ。だから明日はお休みなんですよね、あのなんちゃらなんちゃらな記念日かなんかで、2日からだけど、2日だけど本格的な授業、ちゃんとした授業はまだ、なんか何今日が、はい、1週間後とかから、あ、創立記念日、たまに雨好き、あ、そうなの、それはすごい。そうでございます。私は自転車、あー私は車なのであれなんですけど、あの授業を受けてる時に雨がすっごい嫌で、ジメジメポタポタなんか教科書が湿ってきません、湿ってきませんとか、なんかさわ、なんかページがめくりにくいとか、なんか柔らかくなるというか、髪が忙しくなりそうで。そうでも最初は楽なんですよ授業。そう1週間後からなんか45分授業で10分放課になるんですけど、それまでは大丈夫、楽です。課題がめちゃめちゃ多いんだよね、今までの夏休みの課題よりも多いんですよ、うん、キャーって感じキャーって多すぎって。なんか選択科目がね書道だから、書道やりたくないなって思ってる書道嫌いになっちゃった、選択科目の先生で嫌いになっちゃった。書くこと好きなのに授業は好きじゃない。制服、かわいい制服が良かった、かわいい制服が良かった、セーラー服が着たくて、着たかったですよ、うん。なんかよくわかんない課題が出てて、書道は好きだったのにレッスン でも時はね、もう選択科目、え、ブレザーって何だったっけ。私の制服は、でもみんな可愛いって言ってくれるんですよ、なあんなに可愛いのにって。私は好きじゃない、あのリボンが何、あ、ブレザーってこういうの、私なんて言うんだろう、あれ夏服は、夏の制服は本当に可愛い。あのこの話しちゃダメだと思うんですけど、あのスカート折れるスカート折れる、あと体育の時に着替えやすい。でも唯一欠点があったのはカーディガンにポッケがなかったんですよ夏の。だけど出たんですよ夏のカーディガンにもポッケが、すぐ買いました、ママにポッケがって。私の制服はあのリボンが普通の学校とかじゃなくて、なんか
え、じゃあ私はブレザー部類なのかな。でもなんかこういうセーターじゃないんだよね。何？カーディガンもして、え、うん、カーディガンして、え、他の学校指定じゃないんですか。カーディガンして、ここのカーディガンで全部指定だよ、ここの制服っていうのがあるから。うん、でリボンがパチって止めれるリボンがよかいいのに、私たちはこれ紐になってるから結ばなきゃいけないんですよ。そう、綺麗に結ぶのが大変で。そうで、なんか中学と高校でリボンの色が違うんですけど、私は中学、うーん、色は高校のリボンの色の方が好きだけど、中学の方が可愛い気がする。制服には夏は白ブラウスに、うん、リボンついてないしブラウスじゃない。夏はなんか金のボタンがついてる。そうなんですか。私たちみんなリボン、中学の時結びリボン、中学高校、そう、私が理想とする制服はリボンがちゃんと留められて、セーター着てジャケット、もう可愛い制服が着たかった。まあ一番はセーラー服が着たかったです。今はえ、でもダメなんだよね、膝上、膝下、膝下じゃなきゃダメなのけど、私はもうギリギリまで折ってました。夏はね、ちょっとスクショタイムにする、過ぎてたからスクショタイムにします。せーの、じゃあスクショタイムです。え、そうだから言ったんですよ、討論会じゃないけど、そういうのに意見ある人いますかっていうので私が言ったんですよ。あのリボンが本当になんか結ばないと先生たちは注意するじゃないですかって言って、でも結ぶのも時間がかかるんですよって言って、だからプチって止めるリボンの方がみんな綺麗に結べると思う、できると思いますって言ったら、みんなそう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 って賛成してくれてた。スクショタイム、でもネクタイがいいっていう子もいたよ、ネクタイがいいって。やっぱり好みがあるじゃないですか、リボンは嫌だとかスカート嫌だっていうのあると思うんですけど、ネクタイがいいっていう子もいた。私はリボンがいいけど、でも本当にセーラー服着たくて、あの制服交換ってでプリクラを撮ったりとかしてる子いるじゃないですか。でセーラー服のその通いたから交換したかったセーラー、え、度胸ある系っていうか、なんかありますかみたいな感じだったから、なんかはーいみたいな感じで、あのー、みたいな、リボンがって言って、なんか本当にリボンってあれなんですよ、結構下手くそに結んじゃったりとかする先生とかがもっと綺麗に結んでよとかなるし、なんかリボンも忘れちゃったりとかすることが多いんですよ。だからそうそうそう、全校生徒の、え、クラスクラス、え、全校生徒の時は私は基本的にお話はずっとぼーっとしてます一番後ろの方で、あのいた、一番後ろに座ってた私、なんか出席番号中なんですけど、この席変えてたでもママが言うんですよ、リボンは止めた方がいいって。でも先生たちも言うんですよね、そっちのリボンの方が絶対いいよねって言うんですけど、なんか話がやっぱ上にはいかないみたいで、そう、全校生徒の基本的に、だから全校っていうか全校が集まることだったりとか学年が集まるのは、基本的に話はあんまり聞いてないですねそう、だからママに結んでもらってたから、その昔はね、今はもう何適当にパパーって結んで終わるけど、だから体育がある時とかは本当に嫌だったんですよ、せっかく綺麗なのにみたいな。そう、私はだいたい出席番号順はちゃんと座れなかった、友達の隣に座ってた。そうだから他クラスの先生が気づくんですよ、ミクルそこじゃないじゃんみたいな感じで気づかれるんですよね。だから
笑ってごまかす。みんなやっぱねその時間が一番いいんですよ、そういう何だから自分もそういう時間が好きだった。しかもなんか書かなくちゃいけなかったんですよ感想みたいな、そのなんか授業の。だから私は先に書いてた、感想は先に書かないけど大体なんか先にちょっと書いといて、あとはもうずっと友達としゃべって。みんな寝てた。しかも寝方が高校はあれだけど中学の時のとか中学3年生の時とかの時はもう寝方が異常。みんななんかこういう寝方とかじゃない、もうみんななんかもうこんななんかダラーンってして通路に足出てるとか。そうでも先生たちも起こさないんですよね、緩めだったから。でも高校の先生はすぐ起こすし、むしろなんかもう先生たちが見回りに来るんですよ。本当に嫌だ。先生たちが寝てるのにさ公演とか聞いててもなんでって止めるタイプが良かったっていう感じでしたね。そうでもそのリボンは結構みんな思ってたみたいだったから、みんな賛成して本当にそうそうそうみたいな、もう絶対リボンは結ぶじゃなくて止める方がいいよって言ってた。先生も賛成してくれて、うんそれいいって言って。名前の順で私は大体何番かな、ちょっと出席番号忘れちゃった。今までの中1が16、うん、中2も16だった気がする。中3も高1も出席番号覚えてない何番だったんだろう。でもなんか十何番らへんだよ、14とかその辺だった気がする。早いんですよね、やだやだと思って一番後ろとか。でもその担任の先生にもよる、出席番号順ではい並んでって方もいたらなんかあの適当でいいよって先生言ってくれたりとかするから、適当の時はもう一番後ろ。高2の出席番号も10番台なんですよ。そう一桁はね中学とか高校になってからない。小学校の時はあった一桁はだけど、やっぱね人数が増えるじゃないですか中学で。しかも高校でまた増えたらもう全然あれだった。ミクロの授業中先生から指名される、え、なんか出席番号であるよね。でも友達とかが言うんですよ、先生今日何日だからミクロだよとか言って、いやもう分かりませんそんな心の準備できてないよって感じだし。でもなんかたまにいません、例えば自分出席番号じゃ16、その中1の時16だとして、あじゃあ今日16日当たる当たるって思った時に限って、じゃあ16引くなんちゃらでなんちゃらとか、16足すなんちゃらで20何番とかありませんか。そうそう、そう余計なことをって思うんですけど、みんなははって笑ってる。そこでシーンとかなるような感じじゃない、えみくら当たったみたいな感じでもあるよ。朝顔観察しましたか、なんか小学校の時にした気がする。そう、次は何々解いてみろ、どういうことだ。でも先生あんまり当てない私のこと、あんまり当てられるの好きじゃないってこと分かってるから、そうなんか当たりそうになったらなんかこうやってえ嫌だなみたいな先生たちねみんな分かってるから、ナイスナイス。中学の時はそうだった、高校はなんか当たってもって感じだった。そういや私一回ね会ったのが英語の先生で結構年配の方だったんですけど、ちょっと喋っててあるじゃないですか、ちょっと喋ってて当てられて今のなんか答えられるみたいなことあるじゃないですか。で私が喋ってて、で先生に当てられたんですよ。でこれ今の問題解いてみてみたいな感じで言われたから、何々って言って普通に言ったらなんかびっくりされてえみたいな多分当たらないと思って聞いたんですよ、なんか当たっちゃったからおみたいな感じで、そうみんながおーナイスってなったことはある。そう先生優しい。そう高校の先生はあれだけど、中学の先生はもうみんなゆるゆるゆるだから大丈夫。
それはそれでひどい話だ。嘘。やだよね。なんで当てるのって感じ。先生たちが答え書いとけばいいじゃんって思う。あと席順できません？あとなんかたくさんなんか問い6個ぐらいあった時って、じゃあ一番なんか右から何列目の1列全員が答える時とかありませんか？嫌だったああいうの。もう当たらないようにこうやって願ってた。こうやって来ないで来ないで来ないでってしかも分からなかった問題に限って当たるとかありません？でも分かんない、だから私はそういう時は分かりませんっていう。でもあの高1の時のなんか先生がなんか分かりませんって言っても頑張れって言って、あの当たるまでずっと聞いてるんですよ誰も手を挙げないから切れて帰って、そんなことで切れるんですか？それはちょっとあれですね。途中で帰る先生いたかな。私のクラスの時はいなかったけど他クラスで会ったみたい。英語の先生が途中で帰ったんだって。でも誰も謝りに行かなかったらしい。それでみんなイエーイ帰ったって言ってそのままなんか自由に過ごして、その英語の先生が担任の先生言うじゃないですか。そうだけどなんか担任の先生がなんか注意したんですけど別に治らなかったらしい。あんまり謝りに行かない私たち。部活とかはみんな謝りに行くんだろうけど、あのクラスに関しては全然みんな出てっても謝りに行かないような子たちばっかりです。へえ、やだね。私本当に当てられるの好きじゃないから、当てられた時にすごい嫌な顔する。って言っちゃう。とか言って、でも答えるけど分かんない時は本当に分かりませんっていうしたら、あじゃあ後ろの誰々とかなんかいろいろ助けてあげてっていう感じ。先生が多かった。分からない問題だってあるよってで後ろの子も分かりませんとかあると、じゃあ周りが助けてあげてとか、あそうそうそう。あ待って、もう5時20分だ。もうそろそろ配信終わりにしますね。そう、じゃあことで配信をそろそろ終わりにしたいと思います。ちょっと待ってね、こっちに見た方がいいね。これは2314人見てくださってありがとうございます。よかったらまだフォローしてないよって方がいらっしゃったら、よかったらフォローしてくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。明日はブログ更新日なのでよかったら、そうそう皆さん夜ご飯食べてください。そしてお仕事ある方とかなんか終わった方もお疲れ様です。ありがとうございます。よかったらフォローしてくださったら嬉しいです。ということでまたメールを送るので、メール登録してくださってる方はよかったら楽しみにしててください。ということで皆さんおやすみ、早いけどおやすみから、バイバイ。